皆さんこんにちは。株式会社 ITR でアナリストをしております立野と申します。今日の企業 IT においてですね、重要なキーワードの一つとしてスマートデバイスと、いう言葉が語られるようになっていますけれども、今回私の方では2回にわたって企業でスマートデバイスを導入する際のポイントであるとか、それから私物端末を業務に利用する、いわゆる BYOD に対するスタンスの在り方についてお話をしております。で、2回目の後編ではですね、主に BYOD に焦点を当てて、どのような形で採用すれば成功しやすいのかということであったり、それから採用にあたって管理者、いわゆる IT 部門がどのような取り組みをすべきか、そのステップについてご紹介をしていきたいというふうに思います。後編の方ではですね、こちらの3点についてお話をさせていただきます。まずは最初に国内の企業においてですね、BYOD というのは実際にどの程度普及しているのかということ。それから2点目といたしまして、実際に BYOD を実践しておられる企業ですね、の中で、どのような実際に実践しておられる企業の例をとってですね、BYOD が成功するためのポイントというのを探ってみたいと思います。それから3点目といたしまして、実際に BYOD を採用する際にどのような手順を踏むべきかと。いうステップについてお話をさせていただきます。それではまずですね、国内における BYOD の実施状況という点についてデータを少しご紹介いたします。私ども ITR では毎年 IT 投資動向調査を実施しておりまして、その最新の結果がですね、こちら2013年の10月に実施した調査結果なんですが、それを見ますとですね、前年度に比べて、実は BYOD の実施率というのは決して大きく伸びているわけではありません。ご覧の通り、既に実施しているという会社さんは 7.4% ということで、前年度に比べますと2ポイントほど、比率が高くなっていますけれども、まだまだですね、少数派であるというのが現状です。これはやはりこれまでですね、個人情報保護法や JSOX などでですね、やはり私物デバイスを会社に持ち込む、もしくは会社からデータを持ち出すという、非常にまあ厳しい、そういうルールを取っている会社も多いためだというふうに考えられます。しかし、まあ、このデータを見ますとですね、今後に向けて3年以内に実施をしたいと考えていらっしゃる企業の割合が、前年よりも増えているということもが挙げられますし、それからこの市の調査ですね、回答をその会社さんが好調なのか不調なのかということで分けていますとですね、実は非常に好調と回答していらっしゃる会社さんがですね、この BYOD の実施状況も高いという、まあ、そういう相関関係が見て取れます。ですので、これからですね、この好調と認識している企業ほど、BYOD が実施されているということは、これから企業としてですね、新しい革新を起こしていく、それから、まあ、売り上げを伸ばしていく会社さんではですね、これから BYOD も解禁されていく可能性というのは非常に高いのではないかというふうに考えております。実際ですね、スマートデバイスというのは非常にライフサイクルが早い、いわゆる短いのが特徴ですので、これを継続的に全社員に支給し続けるというのは、これは大企業であってもなかなか難しい重い負担であろうというふうに思います。そう考えますと、BYOD をですね、たとえ小規模であっても早めにスタートをさせて、私物デバイスを安全に利用させるための環境整備というのをですね、今から実施しておいた方が現実的であるというふうに思いますし、実際に一部の会社さんでは、もうその BYOD を前提にですね、管理の仕組みを考えていらっしゃる増えてきているという認識をしています。ですので、データとしてはまだまだ、一部ではございますけれども、今後ですね、BYOD を解禁するという動きは着実に進んでいくんであろうというふうに考えています。では、BYOD を認める理由、認めない理由というのはどこにあるのかというところを少しご紹介いたします。これはしばらく前のデータになって恐縮なんですが、これは現状でも大きく変わっていないと思いますので、そのまま、こちらでお示しをしております。まずですね、この認める理由というのは、実は様々でして、国内企業の場合はですね、
現状では業務の継続性を確保したいというのが実は一番多いというのが特徴です。2点目として、2番目としてですね、端末の導入には維持コストを削減したいということになっています。これはやはり震災後の影響というのは非常に大きいと思いますけれども、そういう形で利用し、BYOD を認める理由というのは様々であるというのがご覧いただけるかと思います。一方、その認めない理由としては圧倒的にですね、セキュリティ管理がしにくくなるというのがほぼ9割ですね、9割に達しておりまして、続いてですね、少し間が空いて業務において行使の区分が曖昧になりやすいという理由が挙げられています。これは、技術的な問題ももちろんそうなんですけれども、BYOD を実践する上でですね、実際どの程度セキュリティ対策をしたらいいかということがよくわかっていない。で、そういう、管理者の方が多いのがですね、この回答の結果に現れているというふうに考えております。裏を返せば、このセキュリティ管理というものがですね、ある程度 BYOD であってもしっかりできる環境が整うようになればですね、BYOD が今後一気に普及するということも十分考えられるのではないかというと思います。で、先ほどですね、BYOD を認めない、その理由としてですね、9割以上の会社さんがセキュリティ管理がしにくくなるというふうに回答したという結果をお知らせいたしましたけれども、実際ですね、私どもがユーザー企業の皆様とディスカッションとかしている中でですね、本当に私物の方が危険なのかどうかという点に関しては、少し疑問があるという意見もたまに耳にいたします。ここではですね、会社支給と私物というものを少し乱暴なんですけれども、分けてみたときに、どちらが安全かということを少し比べてみた図なんですが、上の方にあります1番から3番がですね、これはどちらかというと私物端末で、の場合に限って問題になりやすいというものです。それは一つ目は、例えば OS や機種を統一して、利用させたいような場合です。それは当然私物はしにくいということですし、それから2点目は機能制限ですね。カメラ機能を禁止したり、それからアプリケーションの利用を制限したりという場合は、会社支給であればやりやすいんですが、私物に関しては個人の資産ですので、なかなかコントロールしにくいという問題があります。また、市販のですね、アプリケーションを買うなという、私物に関して買っちゃダメということは言えませんので、当然ながら市販のアプリケーション経由で、もたらされる様々なセキュリティですというものも、多少ですね、これも私物端末の方がリスクが高いということは言えるかなと思っています。しかし、この4番から7番ですね、に関しては、例えば、紛失盗難にしてもですね、ラリスマシア不正利用というものに関しても、会社支給が明らかには私物より安全かというと、必ずしもそうではないというふうに思っています。スマートデバイス、スマートフォンである以上ですね、所有者はともかく同じようにリスクにさらされているというふうに考えるべきものが、この4番から7番になります。また、最近はですね、むしろ私物端末の方が安全ではないかということをおっしゃる方もおられます。それが8番と9番の部分ですけれども、例えば紛失した時の対処ということで考えてみると、皆さん方もですね、ご自身で経験があるかもしれませんが、例えば私物の携帯電話やスマートフォンを落としたとなるとですね、すぐにショップに駆け込んだり、もしくは回線をすぐに止めたり、やはり、非常にですね、注意をして、そういったトラブルの処理というのを即座に行うと思うんですけれども、その会社支給であればよりもですね、むしろ私物の方がそのようなトラブルを発生して、すぐ迅速に対処しやすい、そういう傾向というのが最近では見られるようになってきています。また最新の OS に、アップデートするようなですね、そういう作業も会社で支給されるものよりも私物の方が自主的に管理をしたり、セキュリティパッチ等も自主的に当てるというケースが見られるという、そういう報告も上がってまして、むしろ私物の方が常に身近に、持ち歩く分だけですね、リスクが抑えられるんだという意見もあります。
まあ、これはどちらが正しいというのに違いには言えないかもしれませんけれども、必ずしも私物だから危険である、会社支給だから安全であるというですね、二項対立は、まあ、そう単純に当てはまらないのではないかということを示すためにこちらを紹介しております。ではここからはですね、実際の事例をもとに BYOD を成功させるポイントについて見ていきたいと思います。まず一つ目に、一社目にですね、ご紹介するのが、国内の、まあ、医療、小物などの販売を手掛けるユナイテッドアローズさんの取り組みなんですが、こちらではですね、2010年から申請者に対して、私物のスマートデバイスの業務への活用を認めておりまして、その結果として2011年からは iPad の会社支給に踏み切るということをなさっておられます。また、2012年からですね、自宅の PC だったり、個人のノート PC などからでもですね、社内システムを利用できる仮想デスクトップ環境を構築しておりまして、ご覧の通り、最初は会社支給、次に、まあ、BYOD でスマートデバイス、から会社支給で iPad、からまた BYOD にも対応した仮想デスクトップというように、会社支給の私物をですね、まあ、順番に配備をしていっているというようなのが大きな特徴ということになります。こういったですね、ユナイテッドアローズさんのように、BYOD で実際に成果をですね、試してというか、試してという語弊がありますけれども、最初の時点では会社支給でなくて、私物でいろいろな活用法を模索してですね、効果がある程度 見えてきた時点で会社支給に切り替えていくような、そういう動きというのは、これからおそらくですね、企業の中でもどんどん普及していくんであろうというふうに考えています。スマートデバイスに関して、多くの企業さんが、実は大きく悩むところがですね、どのぐらいの導入効果があるかというのは読みにくいということがあります。ある意味当然でして、実際に使っていないうちから、その新しいデバイスのですね、導入効果を測定するというのは非常に困難ですので、その場合、最初にまず私物で利用させてですね、その中で実際に会社がこれは、まあ、お金を払って購入して契約して価値があるというものに関して会社が投資を行っていくというアプローチというのは今後より一般的になってくる可能性があるなと思っています。そういう意味ではこのユナイテッドアローズさんの取り組みというのは非常にユニークですし、特にですね、十分にこういったデバイスに投資ができない会社さんにとってもですね、参考になるアプローチだろうというふうに思います。それから二つ目の事例ですが、これはグローバル企業ですけれども、インテルさんの取り組みです。まあ、インテルさんは、まあ、全世界的にですね、この BYOD を実践しておられることで有名ですけれども、まあ、インテルさんに限らず IT 企業では、割とですね、BYOD も一般的になっています。で、この、まあ、欧米企業ですね、インテルに限らず、こういった欧米企業の特徴はですね、デバイスの中にデータを残さないというような、まあ、そういう後ろ向きな運用ポリシーを掲げる企業というのはほとんどなくて、むしろ積極的に業務アプリケーションを利用させる、私物であってもですね、アプリケーションを利用させるという方向で、整備を行っていらっしゃる企業が多いという特徴があります。その一方で、MDM のようなツールを使ってですね、安全性を確保したり、アプリケーションの、まあ、利用状況を管理したりというような形で、ツールを上手に使っているというのが、この外資系のですね、企業の大きな特徴ではないかというふうに思います。やはりこれはですね、BYOD の導入目的として、まずは使いやすい端末を使わせて生産性を上げたいという、まあ、そういう、まあ、効果をですね、強く期待しているためであろうというふうに思っています。で、実際にインテルさんの場合は、社内アプリケーションにアクセスするためのですね、ネイティブアプリケーションの提供というのも実際に行っていまして、それを可能にするためにですね、彼らが、まあ、レイヤーアクセスコントロールと呼ぶようなですね、アプリケーションのリストを作っています。これはアプリケーション、その利用するですね、アプリケーションのデータであるとか、それからその利用者
の機密度に応じてですね、アクセス制御を5段階で設けていまして、同じ例えばですね、端末の安全性ですね、同じ私物であっても、その端末が安全かどうか、どの OS かを使っているか、どのバージョンかによって、実はその利用できるアプリケーションの深さというのも、自動的に変わるような、そのようなアクセス制御というのを行っています。また、当然ながらその利用者のですね、職責や組織ですね、所属組織によってもですね、そのアクセスをコントロールできるような基盤というものを用意していまして、このように機密度に応じて社内のアプリケーションデータというのを棚打ちしておいてですね、どの程度のセキュリティレベルの社員であればここまで使わせるというようなルールをしっかり作っているという点で、この非常に進んだ事例であるというふうに思います。いきなり国内企業で、一気にですね、こういったリストを作るというのは困難かもしれませんけれども、将来的にはですね、社内のアプリケーションやデータを棚卸しして、その、危険度ですね、機密度に応じて、どこまで利用させるかということを、きちんと制限をできるようなインフラを用意するというのが、UIOD を成功させる上でですね、最終的にゴールとして目指すべきところではないかというふうに思います。最近ですね、その BYOD が企業の中でですね、多少その現実に思って受け入れられるようになってきた要因の一つにですね、忘れてはならないのが、モバイル管理技術の進化です。そもそもですね、スマートデバイスに関しては、スマートフォンなどの典型ですが、常時ネットワークに接続して利用することが前提となっていますので、また常時電源が投入されているという大きな特徴がありますので、もともとですね、テクノロジーによる集中管理の分化機器ということが言えると思います。ですので、以前からですね、モバイルに関しては、管理にかかる無駄なコストや労力を抑えるために、数多くの管理ツールというものが提供されておりまして、その代表的なものが MDM、モバイルデバイスマネジメントと言われる製品になります。最近ではですね、この MDM、が、国内でも非常に普及しておりまして、2013年ですね、に関して、2012年度から、市場規模も国内でも大きく伸びているというのが、最近の特徴的な動向なんですが、それに加えて、この MDM ではなくてですね、そのデバイスの上で動くアプリケーションやデータやコンテンツを、直接管理するという、例えば、モバイルアプリケーションマネジメントや、モバイルコンテンツマネジメントといった新しいタイプの製品も最近出てきています。これは、MDM の場合ですね、かなりそのデバイスにまつわる機能の制限やその利用状況の把握といったことを行いますので、ややもするとですね、私物端末の場合は、プライバシーの侵害とかですね、そういったことを懸念する声というのがあるんですが、であるならば、そのデバイスそのものは管理しなくて、その上で動くアプリケーションとコンテンツをしっかり管理すれば、安全に利用できるんではないかということで、最近この MAM、MCM といったテクノロジーを使ってですね、MDM で無理にデバイスそのものを管理せずとですね、最低限セキュリティを守れるような、そういったさまざまな製品というのが登場してきております。こういったMAM や MCM によってですね、BYOD がかなり、従来よりもですね、かなり導入しやすくなっているという面があるということは、ぜひ、知っておいていただきたいと思います。それではここからは、実際に企業が BYOD を採用する際に、どのようなステップを踏むべきかという点について、簡単に解説したいと思います。まず最初に、会社がやるべきこととして挙げられるのは、自分たちの組織が BYOD に向くのか、それとも向いてないのかということを、ある程度大枠でつかむということです。こちらに示した図はですね、参考まで今横軸に、自席時間、いわゆる会社オフィスのですね、自席に、自分のデスクにどれだけの時間、いるか、もしくは離れているか、ということを示す、自席時間で、縦軸に、業務に利用する、データの複雑度ですね。
を取って、プロットしたものなんですが、スマートデバイスに限定した、BYOD が最も適しているというふうに考えられるのは、離席時間が多くて、なおかつ、業務で取り扱うデータがさほど複雑ではない、いわゆる D に値する、D に属する従業員だろうというふうに思います。例えば、店舗で働くスタッフの方であったり、外回りのですね、フィールドサポートの方、もしかすると、生産部門の中にもですね、こういった方がおられるかもしれません。そういった D に属するところが一番、方がですね、BYOD には向いていると考えられます。一方、それに対してですね、モバイル業務の機会は多いんだけれども、扱うデータが非常に複雑であるというような、ここでいう C にあたるようなですね、方ですね、営業部門だったり、管理職の方に関しては、場合によっては私物を使わせるよりも、会社でしっかりとですね、購入し、支給する形で、モバイルをですね、フルに使ってもらうという形が場合によってはですね、望ましい可能性があります。また、そもそも、モバイルの機会があまりないような、ここでいうですね、A や B の、この赤い丸に当てはまるようなですね、部門の方々の場合は、BYOD がさほど急を要するわけではないというふうに考えられますので、場合によっては、利用を許可しない。場合によっては、新クライアントであったり、特定のですね、メールのみといった形で、用途を非常に限定した形での私物利用という形で、また制限を設けるのが、妥当かなというふうに思います。あくまでもこちらに挙げたのは一つの例ですので、これが全てというわけではありませんけれども、このような形で、会社のですね、中のどのぐらいの割合の人が BYOD に適しているのか、もしくは適さないのはどういった部門の方なのかということを大まかにマッピングをしてみるということが、まず最初に必要であるというふうに思います。続きまして、今度ですね、組織として大まかにですね、BYOD の対象の部門であったり組織というものが、導き出された後はですね、実際に BYOD を実践する際に、個人レベルで申請を受け付けるという必要があります。この BYOD で一つ忘れてはいけないことは、これは会社から BYOD を強いるというのはなかなか難しいものがありますので、あくまでも一番最初の起点は、従業員の皆さんからの申請であると。いわゆる、彼らが自分の仕事を使いたいというふうに、言い出すことがまずは、トリガーになると。で実際に申請を受け付けた後ですね、それが果たして会社として許可すべきかどうかという、今度は個人レベルでいくつかの軸で判断をする必要があるというふうに思います。ここでは、その個人として利用を認めるか認めないかというのを、いくつかの判断基準を出しています。例えば、主な業務の場所が、当然ですね、オフィスの中なのか外なのか、もちろん外で働く時間が多い方の方が、それだけ BYOD の適用性が高いということになります。また、機密データへのアクセスが、必要な方かそうでない方かということ。もちろん、機密データがへのアクセスが必要ない方の方が BYOD はやりやすいということになるかと思います。同じように、法令の遵守が必要な、コンプライアンスが非常に厳しい部門や業種の方よりはそうでない方の方が BYOD に適していますし、また、ここで4つ目に挙げましたが、意外に忘れられがちなのはですね、その部門で、レガシーシステム、例えば、クライアントサーバー型のですね、システムが、どのぐらい使われているかということも、実は BYOD に多少影響してくる部分があります。例えば、古いレガシーシステムがですね、多く利用されているような部門で BYOD を実践した場合にですね、そのアクセスを、複数の、異なる私物の環境というのはどうしても、異種混合環境になりますので、そういった様々な機種から同じようにレガシーシステムへのアクセスを保証するというのはなかなか難しい面がありますので、例えばこのレガシーシステムのですね、利用が多い部門の場合になると、別途ですね、カスタマイズの費用がかかる必要がありますので、少しそこも、注意する必要があるかと思います。それ以外では、まずその
個人の方がですね、どの程度スマートデバイスの新しいデバイスに関するリテラシーが高いかどうか、それから、出張の機会が多いかどうかという、まあ、こういったことでですね、どういった基準であれば BYOD を認めるのか、そうでないのかということを会社としてですね、ある程度ルール化する必要があるというふうに思います。それから、最後にお話ししたいのが BYOD ポリシーの問題です。当然実践に BYOD を実践に移す際にはですね、これはどの程度の範囲の方に BYOD を認めるかどうかに関わらずですね、企業ごとにルールやガイドラインというのはどうしても必要になります。で、この BYOD に関してはですね、特に忘れてならないことは、この BYOD という取り組み自体がですね、あくまでも利用者、いわゆる従業員の方々の支持が得られて初めて成立するものだと思います。と言いますのも、会社が非常に使いにくい BYOD プログラムというのを仮に出した場合にですね、社員の方が何を考えるかというと、それは会社に申請をして、使い勝手の悪い環境を強いられるぐらいなら、前編でも申しましたが、シャドウ IT にですね、勝手に自分たちで使った方がいいということになってしまいます。ですので、この BYOD プログラムを実践する際にはですね、やはりこのプログラムに自然と社員の方々が乗りたくなるような、そういったユーザーフレンドリーな仕組みを作る必要があるということになります。ですので、従業員の方も企業も双方がプラスになるような制度を作り上げない限り BYOD というのはなかなか成功しないということはまず踏まえていただきたいと思います。まあ、そういったことを踏まえた上でですね、このポリシーを作る際にいくつか注意すべき点をここでは7つほど挙げさせていただきます。中でも重視すべきはこの一番の持続性という問題です。BYOD の場合はですね、私物の端末が対象になりますので、人によっては、もう1年に何回も機種変更したり、もしくはですね、まあ、切り替えたり、回線を切り替えたりということが考えられます。ですので、利用の、まあ、許認可ですね、申請とかですね、その変更手続きが非常に非効率であったり、もしくは高コストなものを採用してしまうと、その後の経済性が非常に犠牲になるというケースが考えられますので、できるだけシンプルな運用プロセスを、まあ、採用してですね、高コストの仕組みや複雑な手続きを避けるということが条件になります。また、この6番と7番にありますが、ちょっとプライバシーの配慮ですね。これは当然ながら重要になります。管理のためにですね、もちろんある程度の管理は必要になるんですが、どの程度の端末の情報を取得するのかに関してはですね、あらかじめしっかり明記をして、場合によっては利用者の方から求めがあればですね、その情報を開示するぐらいの透明性が必要になるかなと考えております。また、最後のアプリケーション開発配布プロセスですけれども、これはですね、今後独自アプリの利用というのが、スマートデバイスの場合ですね、想定される会社さんも増えてくるかと思います。ですので、BYOD を採用する際にはですね、将来的に独自アプリをどのような形で開発し、それを配布するのかという仕組みもですね、あらかじめ早期の段階で考える必要があるのではないかというふうに考えています。以上、BYOD について後編でお話をしてまいりましたけれども、もここまでの内容をまとめさせていただきます。まず一つ目は、BYOD だから、この危険と、短絡的に捉えるべきではなくてですね、もう少し BYOD の価値をですね、しっかり考えていただきたいということです。BYOD は自由放任と考えられがちなんですけれども、実際はそうではなくて、むしろ私物のデバイスをですね、一定の範囲で管理下に置くことによって、安全に利用させるということが、まあ、本来の目的でありますので、危険だから避けるのではなく、むしろ積極的にですね、管理下に置くということが重要であるということが、まず1点目です。また2点目としては、少し事例でもお話ししましたが、BYOD を取り入れて
成功された社の会社さんはですね、従業員の生産性というのを非常に重視されている傾向があります。また、ユナイテッドアローズさんのところでも少しお話ししましたが、まずは私物で試してみるというアプローチをですね、これからスマートデバイスの活用という上では、一般化する可能性もあると考えています。最後に、BYOD を採用する際にはですね、やはりある程度の、ステップを踏む必要があります。その中でも、まずは社員のですね、方々の業務特性に合わせて適合性をしっかり評価するということ、それから、利用する上で指針となるようなポリシーを策定する、この2つが特に重要になると考えております。以上、私の話はここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。